お世話になります、ひとりでございます。11月13日金曜日に映画ポケットモンスターココの最新情報が公開されました。なんと劇場入場者プレゼントで、あのザルードの異なる特別な姿、父ちゃんザルードが配布されるとのことで超話題になっていました。今回はこの映画ポケットモンスターココの劇場入場者プレゼントについて詳しく解説していきたいと思います。この父ちゃんザルードは、先ほども言った通り劇場入場者プレゼントで、映画を見に行くとシリアルコードがついたカードがもらえるので、そのシリアルコードをいつも通り不思議な贈り物で入力するともらえます。なお映画の公開日は我らがクリスマス、つまり12月25日に公開ですので、あと約1ヶ月で受け取れます。で、受け取り期間はその公開日12月25日から2021年3月31日とたっぷりありますので、クリスマスで彼女とイチャコラさっさで忙しい方もいらっしゃるでしょうが、落ち着いてで大丈夫ですからね。で、その父ちゃんザルードとは何たるかと言いますと、ズバリマントのついたザルードのことです。このマントのついたザルードは名前のところに書いてありますが、映画に登場する姿と同じと書いてありますので、映画に出てくるそのものの答えだと思われます。実際映画の予告で今回のテーマ的なキャラクターココがザルードに向かって父ちゃんというシーンがありましたから、それは間違いない。まあ以前からゲットできたザルードはマントがついていなく、しかもお小屋の森のとわざわざ名前として表記されていて、さらに映画で登場するザルードは強調しているがごとくマントがついていて、別フォルムがあるんじゃないかと各所で言われていて、私も動画で言及していましたが、やはりありましたね。ただマントがついたザルードが映画のやつだとしたら、以前からゲットできたザルードは一体何者という疑問も出てきますね。マントのやつは父ちゃんザルードですから、映画ではザルードがいっぱい出てきて、家族のザルード、子ザルードとか老いザルードとか、そんな感じですかね。さすがにマントでの別フォルムはないかとも思ってたりもしたんですが、なんか冗談が現実になってしまった気分です。まあいい気分なんですけどね。っていうか父ちゃんザルードだけでも濃いキャラで、しかもポケモン映画史上最もある意味で濃いキャラのココも登場するし、色違いセレビはちゃんと映画に出てくるんですかね。このキャラ渋滞の中で存在感があるんですかね。気になりますね。でこの父ちゃんザルードは普通のザルードと見た目以外にも違いがあるとのことです。まずはジャングルヒールを最初から覚えてるとのことで、普通ならレベル90で覚える技ですが、父ちゃんザルードは最初から覚えてるとのこと。いや、どっちでもええわ。父ちゃんザルードの方はマントを巻いてるからか、持ち物としてこだわりスカーフを持っているとのこと。いや嬉しいけどそれだけかい。フォルム違いですから、そんな大きな違いがあるのを期待しているわけではないですが、これをわざわざ違いとドヤ顔でアピールするほどのことでもない気がします。ちょっと無理くり出した違いみたいで、ちょっと笑っちゃいましたね。でこの父ちゃんザルードの配布には注意点がいくつかあります。まず父ちゃんザルードは入場者プレゼントですが、一応合計300万名様へのプレゼントと限界があるらしいので、絶対確実に手に入れたい方はなるべく早く行きましょう。ただコロナの影響で映画館も満員では入れないでしょうし、それほど焦る必要はないかと思いますけどね。とはいえ劇場により数に限りがあるとも書いてあり、結構人が来るような劇場の場合は、まあそういう劇場だったらたくさん用意しているので、そんな気にするほどではないでしょうけど、急ぎ目で行くのがいいかもです。あと注釈で年齢無制限のプレゼントと書いてありますね。これで私みたいな大きなお友達もちゃんと受け取れますね。わざわざ書いてあるのが、私たち大人に直接ゲットできるからね、安心してねと過保護な感じで言われている印象があり、ちょっと笑ってしまいますよね。でさらに転売はご遠慮くださいとのことで、それは当然ですね。まあプレゼントは非売品ですってあるけど、むしろ非売品だから転売するんだろうから、書いちゃったらむしろ売りたくなっちゃうんじゃねとも思うんですけどね。はい、ここまで父ちゃんザルドについて話してきましたが、実は他にも入場者プレゼントがあります。まずは先ほどと被りますが、父ちゃんザルドのカードがもらえます。カードといっても遊ぶためのカードというより、配布を受け取るためのシリアルコードが書かれたカードみたいで、でもしっかりしたカードっぽいので、ただ紙切れに書いてあるよりコレクションもできるような感じで結構嬉しいですね。で他には父ちゃんザルードのスペシャルタグがもらえます。私はタグというのを初めて聞いたのですが、どうやらポケモン目指すだという、多分ゲームセンターとかで遊ぶタイプのゲームかな、で使えるものとのことです。ザルードはゲームに登場させて遊べるみたいです。まあ昔の虫キングみたいなものですね。あ、今の子は知らないか。そのポケモン目指すだをやらないでもコレクション用としてめちゃくちゃかっこいいので非常にいいんじゃないでしょうか。最後はポケモンカードのココがもらえます。私はポケモンカードも全然知らないん
ですが HP が90あり、森の呼び声やターザンキックという技を持つということで強いんですかね。説明にも書いてありますが、ココは自分をポケモンと思っているからカードゲームの分類としてポケモンとして扱われるみたいです。悲しすぎる設定でしょって思ってしまいますけど、まあこれもコレクションとして良さそうです。ということで今回はいろいろと企画外な劇場版ポケットモンスターココの入場者プレゼントについて話しましたが、プレゼント多すぎだろって思いますね。まあ私としては普通に嬉しいんですが、引くぐらい多いですね。さすがに同じ幻2体はやばいでしょう。まあとはいえありがとう、ちゃんと受け取らせていただきます。